W の悲劇は、夏木静子による日本の推理小説。公文社カッパノベルスより1982年2月に刊行された。日本有数の製薬会社、ワツジ薬品の会長を有する山中湖藩の別荘を舞台に女子大生、マコによる当主、与兵の視察事件を描く。アメリカの推理作家、エラリー・クイーンが別名義で発表した推理小説。 悲劇四部作へのオマージュとして執筆され、題名の W は x y g に次ぐ第四の未知数、悲劇の舞台となる和辻やそして女性を表している。1984年に映画化、また数回にわたりテレビドラマ化されている。和辻家は不合一族である。一家が集まった正月のある夜、和辻家の霊場。 マコが血染めのナイフを手にしながら今に現れ、私、おじいさまを殺してしまったと絶叫する。全員が集まると、松つ家の当主、余兵が殺されていた。角川春樹事務所の制作で映画化され、1984年12月15日に公開された。監督は沢井慎一郎。主演は薬師丸博子。 本作のストーリーを劇中劇として本案されている。ミステリー W の悲劇と題して、TBS 系列の日立テレビ式枠で1983年2月23日、及び3月2日の水曜日21時21時54分に、前、後編で放送された。W の悲劇京都資産家殺人事件と題して、富士テレビ系列の2時間ドラマ、 金曜女のドラマスペシャルで1986年6月20日に放送された。夏木静子サスペンス W の悲劇と題し、テレビ、東京系列、BS ジャパン共同制作の2時間ドラマ、女と愛とミステリーとして、BS ジャパンにて2001年5月20日に、テレビ、東京系列にて、同年5月23日に放送された。夏木静子。 作家40周年記念サスペンス特別企画として TBS 系列で2010年1月11日に放送された岡田義和脚本により現代風のアレンジがされたオリジナル展開となる主演の菅野美穂は TBS ドラマとしては初主演視聴率13.3%テレビ朝日系列の木曜ドラマ枠で 2012年4月26日より6月14日まで毎週木曜日21時21時54分に放送された全8回主演は竹井咲武竹井は本作がゴールデンタイムの連続ドラマ初主演キャッチコピーの同じ顔の二人が入れ替わり事件が幕を上げるの通り主人公が双子であり その二人が人生を入れ替えるというオリジナル要素を加えたストーリーとなっている。松樹家の子供は、生まれると W という文字を足に刻印する。松樹家は2000億円もの莫大な資産を有し、多くの人間が利権にすり寄り、手中を収めるため骨肉の争いに様相を呈してゆく。松樹家の霊場、マコは、 地位や名誉を望んではおらず、自ら決めた場所で一個人として認められ、自由に生きたいと思っていた。身動きが取れないしがらみから抜け出すため、自分とよく似たサツキと必然的に出会うことで、運命が大きく動き出す。和辻やショーパブマスカレード警察その他、リバイバルドラマシリーズとして、 NHKBS プレミアムにて2019年11月23日の21時から22時29分に放送された。主演は土屋太志を取り。NHKBS4K にて2020年1月8日の19時から20時29分に放送。NHK 総合にて2020年2月24日の22時から23時30分に放送。 NHKBS プレミアムにて2021年8月7日の21時30分から23時に放送。ありがとうございます。